某月某日、いつものごとく完全放置プレイ状態のメンバー、今回の集合場所は、はい、北海道じゃねえの。北海道はでっかい北海道。でっかい北海道。なんで北海道なの。来たよ、なんか来た。またなんか持ってきた。そう、ここはでっかい道の北海道。早速今回の企画を申し渡す。何これが再生。ルル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 出た。ホタル、キタキツネが食パン食べたら途中でしょうか。ジュン、大島、そこどこだ。北海道です。北海道だよ。札幌か。北海道だ。似てねえ。似てないよ。はい、ということでね、早いもんで、ネモステレビの放送も折り返し点を迎えたわけですが、そこで今回はお前らのために俺が地方のケーブルネットワーク局でネモステレビを PR させてもらうようにお願いしたんだよ。それから今回の番組 PR は地元の人に愛されてなんぼね、はい、訪問先では必ずその土地土地の方言を使って話すように。いや、わかる、覚えられないよ。おい、さっさと行かないと全局回れないんで、うん、生って生々サービスで。何、生々サービスしてこい早く。生々言い過ぎなんだけど。なんか親父がね、超Sっぷりは何なんですか。え、終わり。今回の企画、それは2泊3日全国案や方言で PR の旅。北は北海道から南は福岡までの全国7都市を2泊3日の強行スケジュールで回り、各地のケーブル局でネモステレビをガチンコ PR。 総移動距離約3500キロ。さらには行く先々でさらなる無茶振り指令が。メンバーには PR 用のチラシ1000枚とポスター50枚、そして各都市の方言集を進呈。では早速スタート地である北海道の方言で今回の意気込みを語ってくれ。え、どこ。みんなけっぱれけっぱれ。ごしょいもおかしいでしょ。けっぱれじゃがいもって言ってない。頑張れじゃがいもってなんだ。ごしょいもおかしいでしょ。PR の旅の出発地札幌では地元ケーブル局 JCOM 札幌の番組に出演予定。早速出演番組の担当ディレクターと合流。今日はなんかみんなにですね、うちのケーブルテレビのお手伝いをしていただくということで、はい、実際に北海道すっごくなまらうまいもんがいっぱいある。とてもおいしいものですね。なまらはい、グルメリポートをしていただきたいと思ってます。なまらうまいもんと聞いてすっかりテンションの上がったメンバーが出演するのは地域密着型情報番組ホームタウン札幌。今回はネモステレビの PR を兼ねて話題の地元グルメをレポートするという。ちなみにみんなグルメリポートはやったことはある。グルメリポートですね。マジ難しいぜ。初めて。未知の世界だ。食レポバージンのメンバーたちに一抹の不安を残しつつ一行は現場に到着。今回訪れたのは今年4月にオープンした札幌スープカレー横丁。芸能生活初のグルメレポート、乙女たちをやれんのか。いただきます。いただきます。いただきます。どうぞ。美味しいかな。すごい美味しい。美味しい。お茶漬け的な、なんかサラサラ感的に。あ、サラサラする。ご飯がサラサラするの。ご飯は硬くて、まあ、すぐポロポロこぼれやすい感じなんだけど、なんか口の当たりな感じがお茶漬けっぽいから、結構サラサラいけちゃう。食欲ない人はすごいこのままいけちゃう。夏だね。初体験丸出しの探り探りのレポート。いきなり先行き不安な滑り出し。
卵の中に何か入ってますか？卵は入ってないですね。野菜、あ、卵の下に野菜が入ってる。卵と一緒に食べたから頼むよ。その後もメンバーの空回りレポートは続く。これは番組として成立するのか。ワンダー、続いて2軒目の店に移動。頼むー。こんにちは。次はじゃあ、同じ皿同士で比べっこしてください。はい、トロさんはもう辛さへの挑戦ということで、頑張っていただきたい。すごい、本当に溶けそうなの、うん、やっぱ夏野菜って言えば夏です。浦野、しっかり味をレポートしてくれ。おいしい。おいしい。髪がムカつくな。でもやっぱり何よりもりょうさんの愛がやっぱり。あ、りょうさん彼女とかいるんですか？はい。なあ、いきなりの失礼。グルメよりも恋愛にうつを抜かす体たらく。浦野のスープカレーは涙の思い出に。ここは最年長の野呂に全てを託そう。一軒目のリベンジを果たしてくれ。野呂がレポートするのはハバネロ入り激辛スープカレー。その辛さ、クラーク博士もびっくりだ。なんて、大丈夫？あー、辛そう。ですね。あ、女神開いて、女神開いてる。これさ、汗すごい、汗すごい。大丈夫、大丈夫？これさ、辛いね。これ辛いね。あまりの辛さになぜか店長に逆ギレ。この勝負、激辛スープカレーの完全勝利。初めてのグルメレポートに四苦八苦しながらも、なんとか終了した札幌での PR。放送されたオンエアがこちら。 AKB48 がグルメリポーターとして登場してくれます。さあ、はい、はい、私たちは今札幌のスープカレーの場所に来てるぞ。カレーの味っていうか本当にスープなんですね。そうですね。うん、パリってる？パリってる。ここのパリがやばい。パリなんだけど、うん、中からすごいジュワってくる。やばい、やばい、やばい。マジで辛くない？メンバーたちのたどたどしいレポートも地元スタッフの力で無事番組として成立。そしてしっかり番組の PR もさせていただきました。あ、うまい。収録が終わり、次なる目的地に移動しようとするメンバーだが、ありがとうございました。ありがとうございました。え、何ですかそれ。メモスはそんなに甘くない。行く先々で無茶振り指令が用意されているのを忘れるな。見せてよ。あ、何？立つアイドル、後を残さず濁さず濁さず。いや、マジだ。いや、ちょっとやだ。本当に俺の大好物のスープカレーを残して帰るなんて絶対に許さない。必ずか残さず完食するように。無理！やば！無理！どうしよう。これでしょ？え、あ、だって飛行機に5分しかないって。あと、え、急ごう。マジさ、無茶だから。全員シーダン。これは朝一のグルメロケにはかなりきつい指令。札幌での無茶ぶりは出された料理は全て完食せよというもの。しかも次の仙台での PR は生放送のため絶対に遅れることはできない。残された時間はあと5分。しっかり完食しよう。本当にガチで言ってんの？誰も食べてくれないんですか？マジで？マジで？はぁ、もうスタッフさんが見守ってるじゃん。お腹いっぱい。もう見守る体制に入ってるよ、もう。ガチでだ。もうすぐガチで今後の出すんだから。痛い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 、すいません。痛い。ものすごい口が痛い。この後野呂が最終形態に変化を遂げる。泣いてんの？なんて泣いてんの？大丈夫？あれ、唇つけてたっけ？真っ赤っかだよ。唇お化けになっちゃって唇お化け。すごいな、ワンダーって店は。これ唇汗かきお化けが出てくる。その後メンバーたちはなんとか完食に成功。浦野の白い恋人に別れを告げ店を後に。飛行機の時間までタイムリミット寸前。とにかく急げ。なんとか間に合い一路仙台へ。
森の都仙台に到着したメンバーたちは休む間もなく生放送の中継会場へ直行。早速、はい、ちょっと打ち合わせをさせていただきます。はい、はい、状況が把握できない今ここで、はい、あまりの強行スケジュールのため状況が把握できないメンバーたち、牛タンも笹釜も見ぬままいざ生本番。 AKB48 の皆さんにお越しいただきました。こちらへどうぞ。自己紹介をお願いします。はい、せーの、おばんです。 AKB48 だっちゃ。仙台でメンバーたちが出演した番組は東北三大祭りの一つ仙台七夕祭りの生中継、その生中継のゲストとして出演した。そして1回目の生出演は無事終了。緊張しました。でもテンションが上がるね、お祭りは。お祭り気分もいいが、ネモースの指令も忘れてもらっては困るぞ。2度目の生出演のため浴衣姿に着替えたメンバー、そんなメンバーのもとにさらなる指令が。ちゃんちゃらちゃんちゃら、あれ、あー、うわー、あれれどうわー、このカプテンション下がるわ。ネモース的 PR、 休憩禁止、中継の合間も休んでないでポスターを持って生中継のカメラに見切れてこい。うわあったー、これをせっかくおしゃれしたのに、なんか恥ずかしいじゃん。そういうこと、ガチでじゃないですよ。ちょっとせっかく綺麗にしたのに、みんなで。仙台での無茶ぶりは休憩の間ポスターを持って街を歩き回り、生中継のカメラに見切れてこいという指令。果たして髪は降りるのか。早速中継カメラを探し歩くメンバーたちだったのだが、パニックにならないな。ちょっとなんかね、もうちょっと今国民的紅白歌手だったらもうちょっと人下がってもいいんじゃないですか。そうね、ね、まさかの無反応。まさかの無反応、切ないね。 AKB48 の恥ずかしいよ、本当恥ずかしい、やばいやばい、もう恥ずかしいよ、この知名度の中で恥ずかしいよ。自分たちの知名度アップのためにも早速ネモース的 PR スタート。どこにあるの、わかん、どこにあるかわかんない。どこにある、あれだ、どれ、あれか、こっちまで来るかな。しかね、ちょっと人が多くてね、抜けないかもしれないんだよね、あのカメラで待ってる。ちょっとここでずっとやっても拉致開かないから、移動してみれば見れるかもしんない。あの光の当たり具合とか注意しながら行ってね。こっから勝負だと思うよ。全国的アイドルのネモーステレビに出ている AKB48、 よろしくお願いします。あ、いた、ちょっと映ってるかもしんない、カメラ映ってるかもしんない。どこどこどこ、あ、絶対映ってる、絶対映ってる、絶対映ってるでしょ。頑張って、今の映ってたでしょ、絶対これ映ってたでしょ、今の見切れたでしょ、行ったでしょ。頑張れ、映って AKB48 だよ。ゲイダ的 PR を始めて1時間余りが経過したところで、2度目の生出演の時間が近づいたため中継現場に猛ダッシュ。気になるネモース的 PR の結果は、ご覧のようにかろうじて見切れることに成功。メンバーお疲れ。さあ、ここで AKB48 の皆さんが帰ってきました。お帰りなさい。あれあれあれ、皆さんなんか可愛い浴衣で戻って、なんとか2回目の生出演にも間に合い、これで仙台での PR も無事終了。ありがとうございました。お疲れ様です。もうやっと今日終わったっていうだけしかないよね。そう、いや、もうやっと終わったって感じだね。一日目だよ、まだ最先端だよね。明日もガチでお願いします。ガチでお願いします。お願い、何迷ったんですか、今お願いのお願い、ね、そこ綺麗にお願いしますよ。もう一緒じゃないですか。もう明日の方が辛そうで嫌だな、ね、もう何が待ってんのか分かんないから怖い。寝よ、もう寝よ、寝よ、寝よ、帰ろう、帰ろう、帰ろう。
こうして PR の旅1日目は終了。そして一夜明け2日目の朝、皆さんおはようございます。ですおはようございます。佐藤ゆかり寝起きドッキリ企画ということでですね、私たち3人ちょっと早く起きました。はい、昭和の匂いを醸し出すような寝起きドッキリをしてみたいと思うんですけど。ということで2日目の朝はゆかりん初の寝起きドッキリからスタート。この後、現役アイドル禁断の姿が赤裸々に暴かれる。その後、佐藤ゆかりのプライベートが伺い知れる部屋の残骸を容赦なく暴いていくメンバーたち。なぜか佐藤のカバンから出てきたのは大島と浦野のアイドル生命を脅かす NG 写真。実はこれ大島と浦野を恥ずかしめるために仕掛けた逆ドッキリ。おかしいか、おかしいか、思ったんだよ。だってさ、ゆかりこの部屋汚くねえし。ねえねえ、どうでもいいけどさ、私のこの格好どうにかして。めっちゃ頑張ってたよね。すごい気合い入れちゃってる感じになってんじゃん。思わず目を疑う浦野の二重顎に注目。これはビフォーアフターか。何でしょうこれ。反面教師。これまずいでしょ。これまずいでしょ。まずいね。いくらモグラの寝起きみたいな。何なの。ないわないわ、びっくり。ないわ本当に。まあでもね、やっぱお前らをお前らよ、ママお前らをお前らをやっぱり恥ずかしめたかった。うん、マジ朝からちょっとないわこれ。なんだよこれ、買うわけねえだろ。マジマジこれ浦野さんも最後にこれ知った方がいいじゃん。やっぱり臭い、飲んでやってよ。臭い、マジ臭い、マジ臭い、マジ臭い。持って取ったどーっつって、これ取ったどー、取ったどーということで逆ドッキリ大成功。そして一行は早々に仙台を後にして次なる目的地へ。この日は仙台を皮切りに大阪、名古屋、広島、福岡と本州を横断する過酷な無茶ぶりスケジュール。早速大阪に到着したメンバーが向かった先は地元ケーブル局ジェイコム豊中池田。ここで朝一の無茶ぶり指令が。もらってもらって。何逆やん。アキング魂、大阪では時間の関係で出演する番組はない。大阪での滞在時間はわずか1時間。出演できる番組もないため自分たちで何とか PR できるように交渉してこいという、まさに投げっぱなしの無茶ぶり。はい、どうした。あのですね、はい、私たち、じゃあちょっと自己 PR の方から、はい、いきます。
せーの、こんにちは、 AKB48 です。これからもぎょうさん応援してください。おおきに。絶対お互いが喋っとんやんたら。どないしたん。あの番組はないって言われたんですけれども、ちょっと本当にあのどうにかちょっと PR しに来たので、どうにかすいませんけどお願いします。ほんならな、お願いします。今も作ろう、うちら作られへんから、あんたら自分で作っといて。作っといて。ほんなら考えてもええから。作って持ってきたらどうにかしてくれると思うんですか。どうにかしたるけども、30秒。さすがはアキンド魂を宿す大阪人、持ち込み PR ということで交渉成立。ちょっと作ってきますんで、ちょっと気長に待って、少しだけ待っててください。待っとくから。はい、すいません、すぐ行きます。ありがとうございます。はい、早速 PR の撮影場所を探すメンバーたち。あれ、ここ公園じゃないかな。公園楽しい。すげえ、公園で遊びたい。わいわいわい。なんかさ、青春っぽくしよう。そうだね。うちら制服せっかく着てるから。最近さ、どうちょっといいね。いいんだけど。じゃあ、わかりました。私は演出に決定しますね。ロケ現場はブランコ、演出はノロに決定。そして気になる演出プランは。あ、じゃあちょっとゆかりんは最近ちょっといいことない系の役。あ、オッケー。で、舞は、とりあえずそのままでいいや。わかった。シンディはこの二人にいつもくっついて歩く金魚の糞だ。金魚いいよ。おもちゃんがこんな時は、そうだよ、出てくればいいんだ。出てくればいい。そうだ、カメラの、あ、太陽がカメラの下にいて。そうだよ、そう。4、3、2。青春と友情、さらにヒーローものという何とも欲張りなテーマで撮影に臨んだ野呂監督。一体どんな作品が完成するのか。そして撮影は終了。早速 J:COM 豊中池田の方にメンバー自らプレゼン。その反応は。これはですね、悩んでる女の子たちに、こうヒーローが現れて、みんなでネモステレビを見ようっていう楽しそうな映画撮れた。楽しそうやん、映画。これええで、これ。まさかの好感触。そして無事納品も終了。実際に放送された作品がこちら。最近ね、いいことないんだ。私もいいことないんだよね。やっぱり私も転んでばっかり。本当にいいことないんだよ。わあ、みんなネモステレビは見ているかな。君たちネモステレビはちゃんと見ているか。見てるよ。イエーイ、ネモステレビ最高。最高。急げよ、もっと。 PR の旅はまだまだ終わらない。急げメンバーたちよ。次週、全国 PR の旅後編。初日をしのぐハードスケジュールに体力も限界。行く先々での無茶ぶりにメンバー思わず悶絶。私今日疲れちゃうよ、これ最後まで行ったら。こんちゃん、この旅は無事にフィナーレを迎えることができるのか。そしてさらにメンバーのセキララパジャマトークは永久保存版。ていうかネモステレビって。